今回は JR 西日本のローカル17路線、30区間が全て赤字で、廃線の危機にあるということを解説するぜ。ローカル路線が全て赤字なの？ああ、JR 西日本は2022年4月11日に、ローカル線に関する課題認識と情報開示について、という報道資料を公開したんだ。17路線も赤字なんて、どうしてそんなことになったのか気になるわね。それではゆっくりしていってね。まず、今回赤字だと発表されたローカル路線を挙げていこう。中には乗ったことのある列車もあるかもしれないわ。小浜線、越美北線、大糸線、山陰線、関西線、紀勢線、加古川線、紀新線、万端線、芸備線、福塩線、因美線、木次線、岩徳線、山口線、小野田線、峰線の計17路線だ。山陰線も赤字なのね。その中でも、営業利益の赤字額は、山陰線の出雲市から増田間が34億5000万円と最大で、次いで紀勢線の新宮から白浜間の28億6000万円、小浜線の敦賀から東舞鶴間の18億1000万円がワースト3だ。大赤字じゃない。どうしてこんなことになったのかしら。それにはいくつか理由がある。沿線の人口が減って乗客も減ったことや、道路整備や道路中心の街づくりによって、鉄道が選ばれないこと。確かに鉄道は自動車に比べ、きめ細かな移動要望に対応できないわね。他には、鉄道の本来の特性、大量輸送を発揮できない、利用者が少ないため、環境負荷が大きいなどが挙げられるな。赤字を改善するには、地域の街づくりに合わせた、利用しやすい地域交通体系が必要ね。この赤字路線問題について、わかりやすく説明していきたいと思う。早速だけど、聞いてもいい？ JR 西日本が発表した対象線区は廃止確定なのかしら？いや、廃止と決まったわけではないぜ。JR 西日本は鉄道事業の会社だから、現場で働く人々は鉄道を続けたいだろう。国民の財産というべき鉄道事業を国鉄から引き継いだからには、維持する責任もあるしな。西日本だけじゃなくて、他の地域でも赤字路線はあるわよね。そこではどうやって解決してきたの？過去のローカル線問題の解決方法としては、沿線自治体が補助金などで鉄道を存続させたり、第三セクター鉄道会社を設立して鉄道路線を引き継ぐ、鉄道路線として代行バスを運行するなどがあった。代行バスは思いつかなかったわ。ああ、鉄道を廃止した後は、自治体がバスやデマンドタクシーに補助することで交通を維持する場合がある。JR 西日本は、これらの選択肢からどれを選ぶかという話し合いを、県や自治体とすることになるだろう。どうしても JR 西日本に交通を担ってほしい、と彼らが考えるなら、JR 西日本はバスを運行するのかしら。そうだな。コストの低い交通手段として、バスの運行を選択する可能性もあるぜ。JR 西日本のローカル線問題が急浮上した理由は、某ウイルスと関係あるの？もちろんそれも関係があるようだが、以前からローカル線損廃問題はあったんだ。1966年からは繰越利益も底をつき、赤字の累積が始まった。完全な赤字ってことね。そこで、1968年に国鉄総裁が今後の運営方針を問うため、国鉄諮問委員会を設置したんだぜ。諮問委員会の答申は、役目を終えた83路線を廃止またはバス転換すべきというもの。そこから鉄道を廃止したい国鉄と、鉄道を維持したい沿線と自治体の戦いが始まったの。戦いというと大げさかもしれないが、その通りだな。そして、1964年といえば東海道新幹線が開業した年だ。世界的に鉄道の車両化が認識された時代に、鉄道の可能性が再認識されたんだぜ。でもそれって大都市間に限った話でしょ。その通りだ。国鉄の赤字は、都市部路線への投資が理由の一つとなっている。経済の成長とともに都市部に人口が集まり、通勤需要が急増した。同時に自動車が普及して道路も整備されると、地方路線の利用客が減り、役目を終えた83路線となってしまったんだぜ。国鉄末期に、廃止、バス転換、第三セクター鉄道で存続、条件付き存続、ということで決着したぞ。条件付き存続って何？代替する道路が未整備、あるいは冬季等に道路が閉鎖する地域の路線だ。だが、国鉄は赤字路線の整理だけでは問題を解決できず、最終的には分割民営化して現在の JR が発足した。そういう理由もあって分割民営化したのね。JR の基本方針は、引き継いだ鉄道を維持することだった。そして JR 東日本、JR 東海、JR 西日本は、大都市の黒字路線で稼ぎ、赤字路線を補填したんだぜ。また JR 北海道、JR 四国、JR 九州は、経営安定化基金を運用し、路線全体を維持してきた。うまくいったじゃない。ところが都市の人口集中、地方の過疎化と少子高齢化によって、鉄道の経営環境は変化してしまったんだぜ。記憶に新しいところでは、JR 北海道が2016年に公開した、当社単独では維持することが困難な線区という文書の中で、輸送密度1日あたり2000人未満の13線区が公表された。その13線区はどうなったの？各地域との協議が進んで、2022年現在では3線区が廃止決定、1線区がバス転換予定となっている。なるほどね。JR に限らず、ずっと前から鉄道事業者のほとんどが、赤字路線をどうにかしたいと考えているんでしょう。ああ、なんと開示してきたのは、公共交通の担い手として責任を果たす、との考えもあってのことだ。素晴らしいわ。電車がないと不便になるもの。そこに発生したのが某ウイルスなんだぜ。JR 西日本の場合は、収益源である大都市近郊路線や新幹線、特急列車の収益が激減してしまった。黒字の路線から十分な利益が出なければ、赤字ローカル線を補えなくなるわね。それが今回、JR 西日本のローカル線存続問題が再燃した理由なんだ。JR 九州も路線別収支を発表しているが、JR 東日本も路線別収支の公開を検討しているみたいだな。このようなローカル線問題が、全国レベルで起きるかもしれないの。輸送密度1日あたり2000人の基準を満たせなければ、可能性は大いにあるぞ。その基準って、そもそも何なの？輸送密度は、年間で1日 1km あたりの利用数を示す。鉄道は旅客と貨物を輸送するから、旅客の場合は人数で単位は1日あたり人。貨物は重量で単位は1日あたりトンだ。旅客に限る場合は、平均通過人員ともいう。計算方法は、年間の利用者利用距離数の合計、割る営業距離、割る営業日数だぜ。利用者ごとの利用距離は、切符の区間や IC 乗車券のデータを合計する。営業距離は線区の距離と同じで、災害などで一部区間が不通の時は、その分の距離を省くんだ。営業日数は365日よね。あ、うるう年は366日か。ああ、こちらも災害や保守工事などで前日運休した日を省く。例えば2019年度 JR 西日本の線区において、大阪環状線の輸送密度は、1日あたり 292,574 人だ。東海道線の大阪から神戸間は、1日あたり 385,049 人。これらに比べると、輸送密度1日あたり2000人はかなり小さい数字だろ。東海道線はやっぱりすごいわ。輸送密度が大きければ、利用者が多く、公共性が高い。赤字線区といえども残す必要がある。逆に輸送密度が小さければ、利用者が少なく公共性は低いとなる。JR 西日本はその境目を1日あたり2000人としたんだぜ。他にも赤字線区はあるが、公共性の低い路線から損廃を検討したいという考えだ。よくわかったけど、沿線自治体はなぜ、公共性の低い鉄道を残したいの？これは情緒的な理由、災害時の備え、交流人口獲得などが考えられる。情緒的な理由って、鉄道があって当たり前だから、自分は乗らないけどないと困る人がいる、というのが情緒的な理由だな。地域に必要なものは移動手段で、それが必ずしも鉄道である必要はないわよね。そうだぜ。鉄道がなければ地域が廃れるという声もあるが、地域の人口が減ったから、鉄道利用者が減ったとも言えるしな。他に鉄道と駅は地図に乗るからという理由もあるが、今はスマホで電子地図を見る時代だ。駅がなければ街が認識されないということはない。そうよね。鉄道がなくても存在感を示す街はたくさんあるわ。災害時の備えだが、これは豪雪や津波などで道路が閉鎖される地域に見られる理由だな。復旧工事中の福島県にある只見線や、南海トラフ地震で孤立の恐れがある、徳島県と高知県の阿佐海岸鉄道などだ。鉄道は地域の非常口ということね。じゃあ、非常口としての役割に維持費が見合っているか考える必要があるのね。ああ、維持費を稼ぐために、観光輸送に力を入れるという考え方もある。三つ目の交流人口とは旅行者のことで、公共交通を利用して訪れる観光客のために鉄道が必要、というわけだ。確かに他の地域からやってきた人にとって、確実で安心感のある移動手段は鉄道ね。鉄道旅の魅力はお酒を飲めて、のんびり景色を眺めることだもの。車だと飲酒は厳禁だし、よそ見運転もダメよ。交流人口に似た言葉に、移住人口っていうのもあるぜ。他の地域からの移住を推進するため、鉄道や駅が必要という意見だ。それは難しい気がするわ。霊夢の言う通り、移住計画の目標と実行が約束されないと、民間鉄道事業者は鉄道を維持したくはないだろうな。いずれにしても、鉄道を維持するためには、定住人口の増加、交流人口の増加、そのための街づくりが必要だ。なんでバスじゃダメなの？バスでは鉄道の代わりにならないと思われているからなんだぜ。地方のバスは、初めて訪れた人にとって使いにくいだろ。確かに、私も旅先でバスに乗るときは勇気が必要だったわ。前から乗るのか後ろから乗るのか、わからなかったの。バスターミナルはともかく、中間のバス停だと情報不足で、バス乗り場もわかりにくいしな。目的地へ行くバスが、道路のこっち側かあっち側かなのかもわからない。そうそう、地元の人に聞いてもわからないのよ。地元の人はバスじゃなくて車に乗るもんね。だが、JR 東日本が三陸地域で導入しているバス高速輸送システムの BRT などは、停留所がわかりやすくて情報も多く、とても使いやすい乗り物なんだぜ。バス高速輸送システムって、連接バス、公共車両優先システム、バス専用道などを組み合わせることで、速達性、定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる、工事の機能を備えたバスシステムのことだ。バス専用道なんてあるのね。しかも鉄道運行時に比べ 1.5 から3倍、昼間の時間帯も高い頻度で運行。通学生の多い朝夕はさらに増発し、使いやすい運行本数が魅力だぜ。それはすごく便利そう。ああ、バスがもっと便利になれば、安心して鉄道の役目を任せられる。観光地でどんどん導入してほしいわ。鉄道の話に戻るが、他に輸送量の課題もある。鉄道の輸送密度は、すべての利用者が全区間乗車したと仮定した時の、1日の利用者数とも言えるが、これは平均なんだ。つまり、1日の時間帯を細分化した状況はわからないってこと。そうだ。日中は1人か2人しか乗っていなくても、朝と夕方は通学に使う学生でぎゅうぎゅう詰めということも考えられる。その人数をバスで代替できるのか。ここは現地をちゃんと見ないといけない。輸送密度だけで鉄道廃止を決めたらダメなんだ。そもそも、なぜ乗客の少ないところに鉄道があるのかしら。鉄道は、道路と車が発達する前の主要交通手段だったからな。150年前に新橋から横浜間で初の鉄道が開業。高額な運賃だったにもかかわらず、時間を大きく節約できるからすごく儲かったんだ。鉄道ができる前はどうやって移動していたの？それまでの輸送手段は、船、馬、牛車だぜ。鉄道の輸送力と速度は圧倒的で、明治政府は鉄道事業を独占したかったが資金が足りないため、将来は国が買い取ることを条件に民間に免許を与えたんだ。結果的に鉄道は地域独占事業となっていく。明治時代に作られた鉄道敷設法によって、全国の鉄道網が計画され、鉄道が敷設されていったんだ。鉄道が普及したら、船は出番がなくなったんじゃない？まずは船舶輸送が停滞した。鉄道は内陸部で河川沿いに敷設されて、川船が衰退していったんだ。仕方ないわ。便利な道具は、もっと便利な道具に後退していくものだもの。船から鉄道へ、馬や牛車から鉄道へ。鉄道を補う輸送で、馬車や乗り合い馬車も登場したぜ。そして鉄道から自動車へ後退したのね。ああ、かつて鉄道が船や馬、牛車の仕事を奪ったように、今度は道路と車が鉄道の仕事を奪っていった。国鉄時代には赤字ローカル線の整理が行われたが、当時は道路が未整備という理由で存続した路線もたくさんあった。しかし、今は高速道路や高規格道路網は普及済みだ。役目を終えた鉄道路線が、廃止されずに残っているってことね。残念だが、鉄道はもう儲からない事業になっているんだ。利用者の多い大都市通勤路線、特急列車や新幹線は、例外的に利益を出しているというイメージだな。さっきも話したが、国鉄から引き継いだ責任で続けていたところがある。全国組織だった日本国有鉄道は、赤字ローカル線維持と都市部の輸送強化の投資によって赤字がかさみ経営が破綻した。最終的な長期債務は、37兆1000億円だったぜ。とんでもない金額じゃない、だろ。一応当時の政府は、継承した鉄道路線は維持しますと国民に説明したんだ。これから、地方の鉄道はどうなってしまうのかしら。国家的規模で、交通、物流政策が必要だと考えられている。JR グループが発足して35年が経過したが、発足時と2022年現在では、経営環境も大きく変わった。どんなところが、少子高齢化、人口の都市への集中、地方の過疎化などだ。国鉄時代は輸送密度1日あたり4000人以上で廃止を免れ、JR に継承された線区であっても、今や1日あたり2000人を下回る線区は多い。便利な道具はもっと便利な道具に後退されていく。という原則を考えれば、鉄道の本来の特性である大量輸送を実施できない鉄道路線は、道路交通に変わっていく運命にある。でも、鉄道にはもっと使い道がある気がするわ。霊夢の言う通りだ。鉄道路線はもっと便利に使えるにもかかわらず、使われていないとも言える。例えば、長距離トラック輸送や長距離バスでは、ドライバー不足が深刻だろ。運転士の疲労による事故リスクもあるわ。そこで客の少ない旅客列車で、荷物を運ぶ取り組みが始まっているんだぜ。鉄道貨物輸送を見直し、地方ローカル線にも貨物列車を復活させて、鉄道ネットワークをもっと活用するという取り組みだ。それ、すごくいいわね。長距離ドライバーを減らし、駅周辺で配達する近距離ドライバーを増やせるからな。また、複数の夜行バスが運行される都市間では夜行列車の復活も検討すべきだ。大賛成よ。私もブルートレインが復活したら絶対に乗りたいわ。鉄道や自動車、航空機に船舶。それぞれに長所と短所があるが、本来はそれぞれの特性を活かして補っていくべきなんだぜ。そうよね。でもそれは難しいの。国土交通省内で、各部門の縦割り行政が続いている。特に公共交通事業については国の予算が少なすぎるし、国土交通省内の鉄道局の予算割り当ても少ないんだ。これでは地方鉄道の支援はできないぜ。国が民間企業である JR に肩入れできないという事情はわかるけど、もどかしいわ。そうだな。交通と物流をきちんとデザインし、各交通モードを効率よく運営する仕組みを考えてもらいたいぜ。地方を活性化し、日本の隅々まで住みやすくするため、鉄道の役割はまだまだあるはずなんだ。